こんにちは、直樹です。今日はね、何をお話ししようかなと思っているかというと、先日ねトレーダー上でお菓子を買ったんだけども、このお菓子はね普通に食べても美味しいんだけども、まあ携帯食としてもね、例えばアメリカにね今後旅行しに来て、でハリウッドサインとかね、実はなんていうんだろう、ハイキングで行けるのよ、だからそういう時にね携帯、結構だからね距離もあるのでね、携帯食料っていうかね、小腹空いた時にもいいのかな。もちろん水は必ず持ってってちょうだい。それのねお菓子のねちょっとレビューをねさせてもらいました。ただねお菓子ね、結構お腹にくるんだ、ちっちゃいお菓子なんだけども、結構お腹にたまるので、何日間かにね分けてね、毎日さすがに食べてもいないし、何日間に分けてちょっと動画撮ってるんで、どうぞ見てください。これはねよく私が買って食べてるやつなので、ちょっと違うやつとかもどうせ安いんでね、そんな高くはないんで、ちょっと全品買って後でね食べ比べみたいなやってみようか。私どうせこれ普通に食べるんでね、別に動画のために撮るわけじゃなくて、ちょっとどうせなんで食べたこともないやつも食べてみようって感じで買ってみましょう。だまずこれ食べてみましょうということで、フルーツパーなんでね、こんな感じで、まず食べ応えがあって、腹にちゃんと持たれるっていうのかな、腹持ちがいいか、腹持ちがいいし、血病とかにはならないんじゃないかな。まあこれだけのビタミン C でそれが防げるかどうかはわからないけど、バナナとリンゴなんだけども、リンゴの方の味が強いかな。匂いとしてはね、バナナよりもなんていうんだろう、果物の匂いが強い、だからイチゴの匂いが強いのかな。さっきのバナナに比べると、こっちのねイチゴの方がかなりそのフルーツの味がする、フルーツの匂いがする、果物って感じの。それでね、また違う日ね、今日はこれを食べてみますと、今まで食べたものの中で一番なんか繊維質を感じる、まあココナッツだからそうなのかもしれないけども、ココナッツよりもリンゴの方の味が強いから、ココナッツが入ってたとしてもリンゴの味の方が本当に強い。ココナッツの味っていうのはあまり感じないんじゃないかな。ですよね、腹持ちはいいね。ただまあ別にこれに限ったことじゃないけども、ね、例えばドライフルーツにしても、どっかピクニックとかね、ハイキングとかね、ちょっとした遠出にはすごいいいと思うんだけども、やっぱり水、まあ当たり前の話だけど、これに限らず、まあ、チョコレートを持ってったとしても、ドライフルーツ持ってったとしても、まあ、食べ物の他にはねやっぱり水は必要だよね。これはね食べた瞬間にね、あ、なんかマンゴーの風味みたいな感じはするんだけども、食べていくとね、まあ最後にはねマンゴーのなんか香りが残るんだけども、リンゴとねマンゴーのね味がねなんか調和しない感じかな。あまりうまい味の調和っていうかしない感じかな。美味しいは美味しいんだけどね、マンゴーとリンゴはねお互いの味をね打ち消し合ってるみたいな感じ。食べてみようね。こっちがねグレープだけかなと思ったら、よく見ると見えるかな、グレープマンゴーって書いてて、これマンゴーって書いてんだね。中はどうなってるか、こうなってんだね。でね、このタイプがねよく昔ちっちゃい子供の時にね食べたものなんだね。はい、で今もねこのタイプのビニールの長いやつが売ってるんだけども、これこんな感じになってんので、私がトレーダー所の場合こういうような感じになって、なんかね兵糧丸みたいな感じになってるけども、ビニールタイプでこういうふうに大きく丸になってる。今だからねコスト削減でね小さくなったりもしてるんでね、世の中アメリカも日本と同じようにね、セブンイレブンみたいな感じでね、このタイプのお菓子って私すごい好きで、日本のグミに比べると歯で食べやすい、歯で食べやすいっていうか歯で切りやすい、弾力性がその日本のグミよりはないので、まあそんな感じなのでね、これはね私は普通に昔から好きだから、これは個人的におすすめ。こんな感じ、こんな感じ、これをばらけさせるっていう、ほらこんな感じで、くっつかないように2枚紙こうなってるんで、トレーダー上の場合はね、でこうやってまた引っぺがして、確実にねぶどうの味ってわかるよね。もう口にこう入れる、もう鼻のところまで来ると、なんだろう、噛んだ瞬間のその味と鼻でもうすぐぶどうってわかるような、この状態だとあまりぶどうってわかんないんだけども、ね、このタイプだったらね何でも好きよ。もうこれだから一度はちょっと食べてみて、アメリカ来た時に。
何度も何度も食べてるんで、これは普通に美味しい、はい、アップルラズベリー、こんな感じだから、あのね、先日っていうか一つ前でお話したようにペリペリって剥くやつをこう厚くして厚くして棒にした感じ。いつものようにね、ちょっと歯型がついてごめんね。ということは歯型がつくくらい、まあそれなりにあの硬いってことだね。位置的にはね、リンゴは6割、ラズベリーが4くらいかな。ややリンゴの味の方が強いかなって感じだね。次ね、これだね。リンゴと、イチゴ。味としてはね、まあ5-5かな。どちらの味も感じられ、強く感じられるって感じ。次はね、リンゴとアプリコットだね。あの、あんずだよね。これはね、あんずの方がやや強いかな。だから、6あんず、4リンゴ風味って感じ。分離するからね、あの一応お話しとくけど、うん、でもあの、まあそれなりに硬いってことだね、うん。